すぎる。ピエールさん、お疲れありがとう。ゼータンありがとう。ゆうたくん、レイボスター5個。しんいちさん、ハートギフト。クロさん、紫キノコ。かっくんワイプさん、お断りです。ゆうたくん、お断りです。ありがとう。しゅんさん、お疲れ。ひろちさん、キノコ10個ありがとう。そうなの、早いよ。前回はクリスマスに選抜発表があって、お正月からねスタートだったんですよ。なのにもう始まった、ね、なんか声ガサガサしてますね。思った、声枯れてる。やだよ、ここで体調崩したらもう全部終わるよ。最悪だよ。こんばんは。あー、目がシプシプする。マチャルさん、くす玉ありがとう。そうなんですよ、感謝枠がなくなってて。そう、今までは感謝枠を解放させるために、あの完売を出したりとか、一定の枚数以上の売り上げがあったらそのメンバーは感謝枠みたいなシステムだったんですね。だからサイン会とかツーショット会、オンラインツーショット会をしたいから感謝枠の解放をしたいです、皆さんよかったら買ってくださいっていうのが、その STU のシングルのやり方というか、その雰囲気というかだったんですね。でも今回感謝枠が廃止されまして、なんと8部制あったのが5部制になって、で一部60分だったのが90分に伸びたんですよ。だからその分部数が8から5になったけど、お話できる時間自体は多分変わってなくて、ということは完売数も、完売するためにはその一部の時間を今までよりもやっぱ難しいわけじゃないですかね。で私はなんと今回フル部数で、私目疑ったんですよ。今日の15時ぐらいにお知らせが出てて、でその時まあ外にいたから、用事があったから用事済ませて家に帰ってきて、よしメールで送ろうと思って確認したのよね、自分の部数何部かなって。今回も4部ぐらいか3部ぐらいあったらありがたいなとか思って見たら5部って書いてて、え5部私って思って、他のメンバーの5部のメンバー見たら、もう選抜メンバー常連のメンバーたち、まあ私以外大体そうなんですけど、ほぼね、なんかえっと思って、そこからずっと今日はもう不安と戦ってます。しんいちさん、回復薬ありがとう。たかふみさん、レインボースターありがとう。よさなこさん、お断りです。お断り。そう、いろいろ変更になったし、なんかファンの皆さんもさ、なんかいろんなことね載せてるから、そういうのってね流れてくるんですよ、見なくても。私さ、自分のメールタグとかしか見てないんだけども、勝手にね流れてくるんだよね、 X っていうのは。おすすめとして、何がおすすめだと思うんだけど、そういうなんかこういろんな言葉が流れてくるわけですね。自分に向けた言葉じゃなくても、なんか運営さんとか他のメンバーとかに向けた言葉とかが流れてくるわけよ。そういうの見てファンのみんなは、なんかファセリのことは好きでいてくれても、その STU とかの他のグループと一緒に応援してる方はなおさら、 STU のなんかそういうシステムとかにこれからも応援してついてきてくれるのかなっていう不安とかいろいろあったりして、ちょっと不安に思っております。クアドリさん、カッパイスありがとう。陣内さん、拍手ありがとう。
こんばんは。そう、マリンメッセであるの今回。マリンメッセっていうのは私が初めて握手会に行った会場です。 AKB さんのソーロングの握手会でユキリンさんと初めて握手した場所がマリンメッセ福岡で、今回初めて福岡のお話し会があるけんね、もう楽しみすぎる。12月です。12月10日マリンメッセ福岡行きます。よろしくお願いします。犬ちゃんカッパイスありがとう。ワンワンワワンワン、いつでも行けて助かります。そうだよね、たくさん部があった方がみんな予定合わせやすくなるよね。この部はいけないけどこっちならいけるぞっていうのあるよねきっと。他のアイドルとかもあるし。クロさんレインボースターありがとう、ありがとうございます。しんいちさんキノコありがとう。そう、三大賞なんですよ福岡。明太子カラーかな、赤だし。明太子と白米の色で会いましょう。あれにしよう、あのなんていうっけ、なんていうっけ、そういうの、みんなもみんなもだよみたいな、なんていうっけね、あるじゃん、なんだっけ、なんていうっけ、そういうのね。クロさんろうそくありがとう。プーさんラブレターありがとうね。五分、え、本当にびっくりしてるんだけど、本当に私ですか、間違えてないですか。もう私一回さ、お話し会にあのナナさんの件と間違えて取りましたって方が来てから、そういうなんか、え、間違いじゃないですか、本当にびっくりだよ。ともっちさんレインボースターありがとう。クックさんレインボースターありがとう。クアドリさんもありがとう。なんだっけ、うん、ペアルックじゃなくてなんだっけ、あ、ドレスコード、それです。なんでわかるの、すごい通じ合ってる、それです、それよ、それそれそれ。かいちゃんゲームギフト、マコバヤさんハート、ジンダイさんカップアイスありがとう。本当にさ、本当に私なんだろうか、本当にさ、だってさ部数増えたのに1部につき1時間半あるんですよ。ただでさえ私今まで PR 舞台入るまであの真っ暗い真っ暗な画面こうずっと見て誰か来ないかなとか思って待ったりメール送ったりとかしてたんですよ。お弁当食べたりとか。なのに急にそんなことありますかって思ってびっくりしてます。びっくりだよ、パセリを一番多く買ってしまいそう。いっぱいいるからね、ちゃんと分散して考えていかなきゃ、他の子に怒られちゃったら大変。パセのことも忘れないでね、ちゃんとみんな。こんばんは。びっくりしてる、まだ本当でしょうかって感じ。でも違うよ、前回は私が初選抜だからって言ってなんか他のメンバーの高崎愛子のファン、 PR 舞台のファンとかがパセリおめでとうって言いに来てくれたんよ。パセリおめでとう、あの TDC 行ったよとか、 TDC で見ました、おめでとうございます、また気が向いたら来ますね、バイバイみたいな感じで去ってったんですよ。だからそういう方がまた来てくれたらいいけど、来てくれるかな、また来てねって言ったけど、その時ちゃんとパセのこと覚えてるかな。プーさんレインボースターありがとう。今日アイス食べたよ、チョコモナカジャンボとジャイアントコーンの黄色です。今回のシングルで初めて
パセリと会って話しそうです。イエーイ、よろしくお願いします。今回なんか広島も 2days あるし、幕張も2回あるし、なんか多いですよ、リアルイベント。お話し会だったけどね、握手会かなと思ったらお話し会ではあったけど、あの会場増えてるし、今までさリアル3回だったのに、今回は5、6、7回あるけん、増えてはきてる、進んでると、どんどん握手会への道がもう近づいている気がします。勝手に思ってるだけだけど。ねえ、来てくれるといいな。しんいちさん、カップアイスありがとう。今回も参加するか、よろしくよろしくね。 PR 舞台の感想を教えてくれてありがとうございます。だよ、本当に。逆に覚えてるか。覚えてる。もうね、昨日とかもめっちゃ不安だったけど、お話し会の時のみんなの顔を思い出して、ここに頭の上に一人一人顔を出してた。誰々さんの顔、誰々さんの顔って出してたから覚えてます。でも、もしみんながイメチェンとかしてたら大変だってさ、もうしばらく数ヶ月、3ヶ月ぶりとかにオンラインでお話しするじゃんか。いや違う、11月4日からなんですよね、オンライン。いい推しの日からだから7月に終わったけん、8、9、11、4ヶ月、3ヶ月半ぐらいぶりに話す、みんなとオンラインはね。リアルは10月からだけど、だからみんながもしもうめっちゃもう真っキンキンに染めたりとかしたら、え、顔は似てるけどドッペルゲンガーと思っちゃうかもしれない。くれるといいな。私物対一日店長またあるかな。あるといいよね。あとさ、この時期って結構さ、年末の歌番組とかあったりするじゃないですか。去年も出た。去年はパセ選抜じゃなかったから、この時期あのね、愛子が体調不良になって出れたんですよね。FNS 歌謡祭だっけ。そう、あの新衣装の時、花だれのその時に愛子の代役で出れたけど、パセが選抜入ったのは12月のクリスマスの時のコンサートで発表されて、 CD の発売3月だったから、その時期ってあんま歌番組もやってる時期じゃないんですよ。夏か冬かがやっぱ歌番組盛んな時期だから、前回のシングルは花だれと比べるとやっぱりね、そう、花だれ9枚目期間なのに花だれで出るってこともやっぱ多くて、それもありがたいことに私も出させてもらってたから、だから次のシングルはね、もっともっと多くの場で披露できる機会があったらいいなと思います。初選抜の2人もね、いるし。ね、あ、そう、リアルツーショット会もあるんだ。今までリアルツーショットはあのイベントで当選した方、なんかそういう特典とかで当選した5名だけとか10名だけしか撮れなかったんだけど、今回は全会場でメンバーと写真が撮れます。びっくり。だからオンラインのツーショットが消えましたね。オンラインで撮ってたやつなくなっちゃってリアルになりますよ皆さん。マークさん、レインボースターありがとう。え、コスプレは今から配信で決めようと思ってメールにも書いたけど、みんなと話し合わないとさ、私が勝手に決めてもなって思って。でも着たい服はもう検索しましたよ。どうして私が今日朝5時から配信したと思っているんですか。私はずっと今日はネットショップとにらめっこしていました。だからこの服着たいなとか考えてたんだよ。でもまだ決まってない。高木さん、レインボースターありがとう。ありがとうございます。
こんばんは。10枚目シングルも頑張ってください。頑張ります、頑張るよ。みんな48人分背負って頑張ろう。キャラ変しないようにするね。キャラ変しないで。こんばんは。いや、キュンの時は夏だよ。キュンはあれはリンコのアンダーです。去年は12月の頭にね、アイコが体調不良でその急遽代役で出たんですよ。だからアイコがあの花だれの衣装のさあるじゃん、あの花だれじゃないやつ、花だれの豪華バージョンみたいなやつあるじゃないですか。何回かしか着てないやつ、あれはアイコの衣装なのにあの私が先に着ちゃったんですよ。だからすっごい申し訳なくて、それがごめんなさいと思いながら着てた時、12月。違う、ミュージックブロッドじゃない、それは夏だ。みんなキュンも夏だ、それ同じだ。違うよ。こんばんは。年末年始、私年末年始ないもん。毎年 STU 入ってから帰省しないから、私もきっと帰省しない気がします。帰っても帰ったらさ、年越し配信できないから残る気がしてる。でもどうだろうなって感じです。去年もさ、お正月公演あったから帰ってないし、帰らないと思いますよ。でも帰るとしたら家族の体調が悪いとか、家族の時間をもっと大事にしたいと思うことがあれば帰ります。去年それで帰らんくて後悔したからさ、年始におじいちゃん亡くなっちゃって後悔したので、そういうことがあれば優先するけど、今んとこ配信優先で帰らんとこうかなって思ってるけど、まだ未定です。スケジュールもわからんから未定です。ね、お見合い風写真撮れなくなったね、オンライン。じゃあリアルで撮ろう。リアルでもかしこまって棒立ちで撮る。そう、サンタさんらしい。12月10日、福岡。一応お母さんにも12月10日福岡行きますって報告したけど、うん、絶対来ない。来ないね。なんかさ、写メ会はオンラインよりリアルがいいって声が結構あったんですよ、今までも。お話し会とかでファンの方から。だからそういう方々の顔が思い浮かんだよ、リアルツーショット会って聞いて。やったね、やったよ。みんな、しんいちさん、カッパイスありがとう。私コメント読むの遅いけん、ちょっとみんな待っとって、今読んでるからね、待っとってね。読んでますよ。エンジ、エンジ、クロさんアイスありがとう。ツーショット、みんなポーズとか考えてきてね。ツーショット、ハートとか、今の流行りハートはこれかな、 C を2個作ったらハートになるよって。ハート、こんばんは。そう、私のさ、家族は大晦日でもすぐ寝ちゃうから、それだったら普通の何でもない日常で帰ってゆっくりした方がいいのかなとも思って、お正月はみんなと年越そうかなと考えてます。プーさん、カッパイスありがとう。どうしよう。カムちゃんお疲れ。佐藤健さん、キノコありがとう。しんいちさん、キノコありがとう。カムちゃん、カッパイスありがとう。
サンタの生写真秋とかに撮影するの？うん、うん、夏とか夏とかにあの1月とか12月とか撮ったりすることあるよ。超暑い時にモコモコ着るのがあるよ。逆に寒い時期に半袖とか着ることもあるよ。時差があるよ。わーどうしよう。今読んでるコメントみんななんかいろいろ書いてくれてるの読んでる。ジュナラゴさんハートありがとう。リアルツーショット4年ぶりぜ。わーパセは TDC ぶりぜです。 TDC の当選した方と撮ったぶりぜです。楽しみぜです。え、ツーショットオンラインだと1枚分だけどリアルは2枚分の CD が必要になった。なんだと？見てなかった。そこの情報ありがとうございます。書いてくれて。そんな、そしたらみんなに私気軽にツーショット来てねとか言わなくなっちゃった。みんなお話し会にぜひツーショット、ツーショット勇気出ないなって方はお話2個買った方がいいじゃんね。そしたらみんな、自分がお話は苦手です、もう喋れませんって方、もう自分の校内見せたくありませんみたいな方がいたらツーショット撮りましょう。でももう現地に来るの難しいって方はオンラインとか。今回はまた見送って次のシングルとか、もう人それぞれ、もうなんかその心のメンタルとか生活事情に合わせて無理せず来てもらえたらと思います。もやししか食べてませんみたいな。いやそう、なんか今日目がね疲れてるかも。今日マツパに行ったんですよ。いつ MV やるか分かんないと思って月末に行こうと思ったからマツパに行ったんだけど、マツパ行ってから目がすっごい不調で、なんかマツパでさ、あの薬剤とか使うじゃん。それが目に染みてんのか分かんないけど、ずっとね今日帰ってきてから目がね痛いんです。困った困った。うっかりあんこさんお断りです。お断り。こんばんは。プーさんキノコありがとう。パ選抜メタありがとう。ありがとうございます。ああまたコメントを呼ぶの遅れてる。待ってみんな、あパネル申し込みました、ありがとう。今回のパネルはなんとなんか動画付きらしいです。でもね選抜の方のパネルはまだ撮ってないけんまだ出てないです。48人分アーナの分もあるらしい。アーナーだからアーナファンの方は、そうアーナのさ投稿見ましたか？なんかすごい切なくなっちゃった。アナの文章を見てたら、あベストアーティストだ。そうベストアーティストです。そうだベストアーティストで豪華衣装着た。あモヤモヤが解決された、ありがとう教えてくれて。わー値上がりしてるんですか？どうしてですか？円安？物価の高騰？なんて食った。みんな日常生活で卵も値上がりしてるっていうのに、現実逃避するためのアイドルの CD も値上がりしたのか。マジけー。ツーショットは組体操できますか？でも触れられないよ、触れないと思うから、なんだっけ、あの扇みたいなやつするなら頑張ってお互い自分の右腕とか、なんか片腕で支えなきゃいけない。頑張ろうな頑張ろう。めちゃめちゃ頑張って筋トレしてから体幹鍛えていかんと。体重もね腕で支えられるぐらいの体重に落として頑張ろう。おみかんさん回復薬ありがとう。
タイガーマスクの覆面かぶったら追い出されますか。取ってくださいって言われて、取りません、これが顔ですって言ったら追い出されるかもしれない。追い出されるかもしれません。通報でコメントできなかった？誰がしたんですか？私してないよ。誰かにされたの？何書いたの？逆に逆に他のとこでってこと？冷ややっこと納豆美味しそう。冷ややっこ食べたい。夏だね。朝今日は刺身食べました。半額刺身、半額刺身。今日はあれです、選抜メンバーお祝いとして梨を買いました。梨を薬局じゃないや、薬局じゃなくて八百屋さんに行ったら梨が300円で安いと思って、よしアイス3本分だけど選抜祝いとして梨を買おうと思って買いました。梨とミニトマトを買いました。クロさん、タコありがとう。こんばんは。300円安くない？嘘、サンキュッパだよ、スーパーの梨って。だから安いのかと思った。他の地域はもっとお安いの、もしかして。広島の梨買った、豊水です。2個あったんですよ。で、香水が250円で、豊水が300円だったからどうしようと思って、どっちも広島産だったんですよ。セラ高原のあのセラさんの梨だったから、どっちにしよう、50円ってめっちゃ悩んで、いやこれは選抜祝いだと思って300円の梨にしました。可愛いお祝いでしょう。自分的には結構贅沢で、買った後に調べたよ、どんな違いがあるかと思って。香水と豊水調べたら、酸味があるって書いてた。豊水の方が酸味と甘みのマッチングみたいなこと書いてて、そう、明日食べようかなと思ってます。え、オクラ198円、それは高い。128円でも高い。前までさ98円だったりさ78円だったのに、オクラ高いよね。でも仕方がないよね、農家さんも大変だから払うしかない。ミニトマトも最近高い。前まで98円だったのに、それが1キュッパになって228円になってた。ひゃー、新幹線まだ見つけられてない。梨コーナー見るけどね、見つけてない。アイスギフトまだ使ってない、もったいなくて使えなかった。今日使おうかなと思ったけど大事にすることにしました。なんと31のギフト券7枚あるんだけど、それは有効期限がないんですよ。だから31がこの世にある限りいつでも使えるの。だから私が80歳になっても使えるの。やけんみんなからもらったやつをね、噛み締めて使えるようにちょっと今日は我慢しました。桃も食べたいよね。桃スーパーでお安くなってる桃買ったらさ、ジュクジュクやった。もうめっちゃ熟してた。熟の熟女だった。ねえ、スーパーに結構いてる。嘘、私が行くスーパーにはなかったけど。そう、80歳とかでも使えると思う。でも先に使っといた方がいいかな、このご時世。なんか会社のさ、どこどこの会社にみたいなあるじゃんね、
ポプラローソンと合体とかなんかそういうのあるじゃないですか。早いうちがいいのかな、使っとこうかな。やっぱりトリ分の商品券まだマネージャーさんに今ね確認取ってもらってます。そうみんなからもらったギフト券がさ1個足りなくて、券だったら券で言えば1人前1人分の券なんだけど、アイスの個数で言ったら10個以上のアイスなんだよね、その1人前が。やけんさみんながくれたものだし、みんなもギフト投げてくれたやつだから、マネージャーさんにちょっと今送っといてもらえませんかってずっと言ってたんだけど、それは今日来たんだけど、めちゃくちゃ送ってくださって何百枚とあって、そっから今ね私があのポチポチとこれは目つぶってる、これ半目、口が半開きとかやって今チェックして、でさこういう時にパソコンあればいいんだけど、スマホだからさ一回ファイル開いて閉じてみたいな、めちゃくちゃ時間かかってて、明日締め切りなんですよリバティエイジさんのコラボ服だから。今日もさっき21時に投稿したんですけど、明日いっぱいね載せようかなと思って、メールにも載せるけど、やっぱさ X の方が使えるじゃん、いろいろと。よくパセはファンの方にたどりの写真を載せてくださいって言われて、私もそう頑張ってはいたんだけども、たどりの写真なかなか人間と会わないと難しいけんと思って、たくさんそういうのをさ載せた方がいいかなと思うから、明日いっぱい載せるね。だからそれ勝手にもうフリー素材にしてください。何年かぶりにアイス食べました。え、選抜祝いでってこと？イエーイ、アイス業界に貢献したわすごいね、何年もアイス食べてない。クロさんラブレター、しんいちさんカップアイスありがとう。そう思ったらやっぱカメ子さんってすごいなと思った。なんかさ当日中とかに載せたりするじゃん、と思って、すごいな。めっちゃ保存してるんだけどね、載せるタイミングを逃してる毎回。いつもさ9時とかにあこの時間に載せてもきっとみんなあんま見てない時間だよね、仕事中かなとか思って、お昼にしようと思ったら気づいたら14時とかで、あっって逃して、で夜になったらだいたいなんかお知らせツイートとかをするから、あんまりしすぎたら通知荒らしちゃうかなとか思ったら、どんどん日が経ってしまう。1週間経ちました。ねえ X 便利だわ。わあ、大阪行きます。お、よろしく、よろしくね。私さなんかねのいみさんのシングル買おうと思ったのね、あのジャケ写、今回もジャケ写あんのかな。なんかよくみんながさジャケ写買い忘れましたとか言っててさ、え本当って、それは買い忘れてたの本当にと思ったけど、私もね買いそびれたんですよ今回。だからちょっとさなんか情報が一気に出るじゃんシングルの時って、やけんみんなも情報追えなかったりするわけじゃないですか。だから私がちゃんと今日メールでねパネルが2種類出るよっていうのをなるべく情報を簡潔にまとめて送ってみたんですよね。あんまりさいろいろ書いてあると何が何か分かんなくなるなと思って、ちょっと簡潔にピョンピョンって送っちゃったけど、あれは手抜きなわけじゃなくて見やすいかなと思って送ったけど、またこれからいろいろ情報出ると思うから、メールとか X とかショールームとかでお知らせしますね皆さん。ちょっとねこの時期多分もう情報がわんさかわんさか出ちゃうから。クアドリさんキノコありがとう。ねえ、そう最近自撮りもしなくなったんですよだからねメールに送る写真がなさすぎて自撮りしなきゃなと思って、今日はちゃんとしました。1枚だけしました、メイク前に。
レタッチ終わってない。もうゆっくりでいいよ。なんなら個人鑑賞用でいい。本当申し訳ない、皆さんの人生の時間を割いてもらっちゃって。話し会の枠が多くて感激しちゃった。でもね、そうなのよ。でもね、もうみんながさ、みんなが負担かかるんじゃないかとか、パセが寂しい思いしないようにみんなが頑張りすぎちゃうんじゃないかとか、真っ暗画面とお友達になるんじゃないかとか、めちゃくちゃいろいろ考えてしまっています。カズノシンさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。 EFGHIJK。 こんばんは。広島ツーショット申し込みました、お願いします。わお、お願いします。ちゃんとむくまないようにちゃんと食生活気をつけて挑みます。ツーショット買えばよろしくお願いします。ツーショットが終わってからお弁当を食べるようにしたいと思います。私はいつもお話し会の時は朝会場に着いた瞬間お昼ご飯の弁当を食べるんですね。1時間目の前に10時半とかだから、今回はリアルお話し会全部2時間目にねあるんですよ。だから14時半とかまではお弁当我慢してむくまないようにして可愛い状態で撮ります。よろしくお願いします。みんなはむくんできてください。ラーメンとか食べて大丈夫。首の調子めちゃくちゃいい。首も痛くない。耳はめちゃくちゃ不調です。耳不調だけど首は良き。ねえ、ジャケ写今回はどのメンバーと一緒に乗るかな。でもあるかな、前回のシングル全員ジャケ写だったけどさ、ユミリンさん卒業のシングルだからユミリンさんドドーンな気がするなーとか思ったり思わなかったりしています。神戸の亀子、全然もう1年後とかでも遅くないよ。それは遅いか、全然もう寿命が来るまでに乗せてもらえたら全然もういつでも私は見てるし保存してるし勝手に使ってます。プーさん、ありがとう。スタンプありがとう。私亀子さんの写真お母さんにも送ってるから見て、可愛く撮ってもらったよって言って送ってます。友達とかにも送る。なんだっけ、あの子でっかちゃん、アクスタ送る子、アクスタ送ってくる子にも送ったりする。ねえ、美穂会いに行きたいけどさ、今月何もスケジュールがまだ判明してない。美穂お誕生日おめでとうってしたいのに。プーさん、花束ありがとう。お、パセコの件ありがとう。パセ太郎とよろしくお願いします。お話したい。クロさんありがとう。スタンプありがとう。しんいちさん、だるまありがとう。そう、スケジュールがねなんかまだわかりませんなってて、そうだから今日金曜日、明日がスケジュール、明日マツパ行こうと思ったんやけど、明日のスケジュールはまだ分かりませんって昨日聞いたら言ってたから、じゃあ今日中に行った方がいいなと思って今日初めて行くマツパのお店に行った。いつも行くとこ予約取れなくてね、したら目がめっちゃシミシミになっちゃった。シミシミっていうのはシミだらけってことじゃないよ、シミたよってことね。ああ、またパセリコメント読むの遅い、今追いついてる。でもコメントにはちゃんと目を通しています。あ、バレてる。そう、みんながむくんだらパセの顔ちっちゃいかなって思ったの、バレてるわ。幕張どうだろう、確かにコラボ T シャツ
10月上旬から発送って言ってたって言ったよね、みんな。もしかして幕張の時に見れるってこと？そうだね、通常版のイベント、そうですね、ん？通常版？初回版？そうだね、劇場版じゃない、毎回あるスペイベとかさ、そういうのが出てないからね。そうなんだよ。え？いつもいつ出てるっけ？あれ？同時に出ないっけ毎回？遅いっけ詳細って。どうだったっけ前回。カズノシンさん、尊い猫ありがとう。ウィーン。福岡に用があるたび博多駅か天神で美穂に会わないかと思ってしまう。わかるよ、私も福岡に行くたびに HKT さん歩いてないかなって思っちゃう。もう気持ちは同じだ、同じオタク心、仲間だね。でもいないんだよ ね。みんなも思うのかな、広島いるときパセリおらんかなって。探してますか、もしかして。パセリはね、うーん、どんな格好、うーん、レッスン着で出歩いてるからあんまりみんなと出会いたくないかもしれない。恥ずかしい。ちょっと毛玉とかついてる服とか着てても、あ、今日はあんまりなんかおしゃれしてないんだなと思ってほしい。それがパセリのおしゃれと思われたらちょっと恥ずかしいじゃないですか。だからちょっと多めに見てね、そういう時にあっても。綺麗な服着てる時に見つけてください、皆さん。おしーさん、ハートありがとう。こんばんは。これで明日朝6時集合って言われるパターンありますよ。でもそれはなんか、うん、メンバー同士で明日早そうだよねみたいな予想をしてるから結構いける、いけます。福岡明太重食べてみたい。パセ、ボーリング、お好み焼きときたら次はあれ、どれ、次は何、汁なし担々麺ですか、次はなんだ。初回版はでも毎回出るよね、どのシングルも出るよね。あ、そうじゃん、前回そうなんですよ、卒業発表があったから、そう確かにその記憶ある、卒業発表があるけんスペイベのお知らせが遅かったです、参加しないから。リンコやん、そうそうや、そうや、 PR 舞台のイベントとかそうだわ。思い出した、全然出ないねとか言って卒業発表した後すぐ出たから、それだわ、そうだったわ、直前だったわ。やっぱり最近は一点を見つめて歩いてます、ボケーって。最近ね、あとメンバーを見つける能力が結構高まってきた。この前はサーヤンとか見かけた、街中ですれ違った後にあの LINE 送る。なんかさ、プライベートやけん喋らん方がいいかなと思って、遠目とかで見つけても、あっ、こうやって目で追う、目で追って心の中でバイバイって言って LINE 送る。メンバーさんと会えるのいいよね、アイドルと HKT さんとかね。私も前からすっごいオーラある人、歩いてくると思ったら HKT さんだったことある、 STU 入る前の時。めっちゃあの人足長、めっちゃ可愛いと思ったら HKT さんだった。
遠目にメンバー見たことある。私も見られとるんかな。私結構アイス食べたりしてるんだよね。メンバーにもよく見られてるんですよね。なんかパセリこの前ソルハと手つないでたよねとかよく言われるんだよね。恐ろしい。怖っ。スペイベ、あ、稲刈り、稲刈りは多分あるよ。 YouTube のやつやりたいですねって言ってたもん、スタッフさんたちが。ファンのみんなと稲刈りイベント。もしかしておしめんが握るおにぎりとか食べれちゃうってこと？ラップ越しの。もしかして。なんかあるかな。スペイベー、みんなオーラある。あとなんか顔を見えなくてもメンバーの持ってるバッグとか見て、あれメンバーだなとか思ったりするね。レッスン着とか。カズノシンさんありがとう、かわいい。アイドルオーラ出したいな。なんかね、 STU 入った頃にダンスの先生にオーラは鎖骨から出ますって言われたの。だから鎖骨をねこうやって胸張って歩くのがいいよみたいな言ってました。こっから出るらしいよ。オーラってなんかこういうイメージじゃん、こういうここら辺とか。でも鎖骨らしいですよ。だからみんなもさ鎖骨出してこ、ね、ボール投げるか迷ったけど、あーそうだよね、ちゃんとポケモンセンターでいろいろ補充しとかなきゃね。モンスターボール、でもメンバーはモンスターボールじゃダメかもね。もうちょっとなんかいいやつ、マスターボールだっけ、なんかそういうなんかもうちょっといいやつがいいかもね。ショールームダービー、何ショールームダービーって。あ待って、え星いつまでですかこれ。え今日までだったっけ、あれ今日でお別れですか星って。あ違う、10までか、日曜日までか。なんか始まるよねまた星終わったら。おにぎり個人ファンクラブ、あ個人ファンクラブでおにぎりイベ私個人ファンクラブいつできるか知らないけどさ、何したらいいんだろうってすっごい、もう今まだ始まってすらないのにどうしようどうしようと思ってて、でメールと個人ファンクラブのブログの使い分けどうしようとかめっちゃ考えてて、わーわーってなって一人で汗汗してます。どうしてるんですか他のメンバー。だってさ個人ファンクラブに入る方ってメールもきっと取ってくださるじゃないですか。でもメール取ってる方に個人ファンクラブ取らない他のメンバーの班だからごめんねって方もきっといるじゃん。だからそこの使い分けをどうしていくかって結構大事な気がして、今日みたいなさ選抜メンバーに選ばれましたの気持ち、パセリの心情みたいなメール長文で送るときとかさ、ブログに書くよりメールの方がやっぱ普段パセのことを味方でいてくれる人の方がさやっぱ見てるからいいけど、ブログ始まったらどうしたらいいんだと思ってね、めちゃくちゃ考えちゃう。リコちゃん普段から目立ちます。でも最近はなんかね、あの1年前2年前とかはバスとか路面電車とかから乗ってて歩いてるリコチとかを見かけて写真撮ったりとかしてるメンバーとか結構いたから目立つと思います。え、あのね最近本通りにあの海外の方がインスタライブかな、わかんないけどね、縦画面 TikTok かなあれわからんけど、ずっと本通りのねところでねこうやって映したりしてるの。しかも一人とかじゃなくて何人もいるんですよ。だから
あのそういう方のやつ見とったらメンバーとか通るかもしれん。今日も行ったもん、あ撮られてると思って、映ってると思いながら通り過ぎた。鎖骨から鎖骨から出ないんですか？嘘ですか？オーラって。わあ、なんか森に来た。山崎さんありがとうございます。森のクパパー森のクマさんですね。森のパーパーって言っちゃった。森のクマさんありがとう。どんな髪型したの今。びっくりした、びっくりして動揺してめちゃめちゃ噛んだ。ありがとう。何タワー、待って、今日、え違うわ、今日9月8日と思った、びっくりした。オーディション番号間違えてごめんねタワーかと思った、4年越しに。違いました、9月7日だった今日。わータワーが来た。ありがとうございます。あ、なんかコメント消えちゃった。まだ言われてる。ほんだってだってだって明日のフリーズ内容、昨日配信来れなくて選抜おめでとうができなくてごめんねタワー、ごめんね様。え、私選抜ありがとうタワーさ、みんなにさ書くから、その時に一緒に明日読むね。スクショしとく。イエイ。ひりあすみさんバラありがとう、レインボースターもありがとう、ジョナラゴさんレインボースターありがとう。選抜のさタワーを俺書こうと思って、昨日あの壇上をスクショしたんですね。でも誰までがタワーの方か分からなくて、だからちょっと分かる方教えてもらえたら助かります。壇上はスクショしてます。この方までがタワーですっていうのが分かる方いたら、僕は投げましたみたいな方いたら、スクショ撮ったんで今日の配信終わりに書こうかなと思ってます。すいません遅くなっちゃって、今日もなんだかんだなんかバタバタしちゃった。いや今日は生誕祭の、間違った、生誕 T シャツのデザインを聖書書きをするっていうミッションがあるんですけど、この後みんな T シャツのさ素材何色がいいと思いますか？あの生地の色と文字の色どうしようと思って、デザインによるかそれ。どうしよう悩んじゃうわ。こんばんは。そう今日はこの後はタワーのお礼書くのと生誕の服を書く、聖書する。デザインはついに決めました。薄い緑とか薄い青、そうあの水色に、なんかねあのねちょっと持ってくるわ紙、何色の服が選べるか分かんないよね言わないと。ちょっと待ってくださいね、持ってくる。あ最悪、ねえねえみんな最悪、ねえねえあの生誕 T さあ、いけててて清書しないといけないから、この生誕 T を書くときにだけ年に1回だけシャーペンと消しゴムを使うんですよ。でねその消しカスをこの紙の上に置いとったの。ちょっとゴミ箱に運ぶまでここまで一旦ちょっと寝かせよう、熟成させようと思って消しカスをここにね置いてたら、それ忘れて今パッて取ったからぶちまけてきちゃった。後から片付けんといけん。はあ、今日のミッションがまた増えました。消しカス掃除です。はあ、はあ
練り消し、やっぱ練り消し買おう、100円ショップで。そうするわ。ああパセリんち掃除機ないんだよね。もう収納場所がなさすぎてさよならしたの2年ぐらい前に。だから圧縮する時も、あの私冬服とか圧縮する時は掃除機じゃなくて自分のお尻の体重で頑張ってるえいって言ってもう力任せにやってます。だからね冬用の毛布をまだ圧縮してなくて畳んでねずっと置いてるんだけど、そろそろ冬が来そう。カズノシンさんファイトありがとう、頑張る、ありがとう。えい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 やってます。では皆さん行きますよ、いいですか。セーターティーの服の生地の色、ホワイト、オフホワイト、どう違うんですか。まずホワイトとオフホワイトがあります。どう違うの、ホワイトとオフホワイト。なんでオフしたん、ホワイトオンされてるの何かが。え、どう違うんですか。200色あるの200色中の2やん。白って200色あんねんやんあ、光沢感、光沢感なのか。あ、ちょっとグレーっぽいのかな。あ、クリームっぽい。じゃあホワイトよりホワイトがいいですかね。私は去年ホワイトにした気がする。オフホワイトの方がちょっと黄ばんでも分かんないみたいな感じですか。それだったらそっちがいいよね。そういうことじゃない、どういうことですかどういうこと。ベージュっぽい色、ほう。この写真の感じめっちゃ白ないの。でも確かにホワイトよりはちょっとくすんでるかもしれない、くすみ白。オフホワイトとブラックとホワイトの間のグレーのエリア。そうなん、そうなのか。じゃあホワイトとオフホワイトがまずありますよ皆さん、ね、ホワイトとオフホワイトがあって、あとライトピンク、ピンク、ショッキングピンク、ピンクだけで3種類あります。ひりあすみさんカップアイス10個ありがとう。ピンク3種ある、ライトピンク、ピンク、ショッキングピンク。ショッキングピンクっていうさ言葉見るたびになんか悲しいのかなと思っちゃう、なんか悲しいことがあったんかなと思っちゃう。ショッキングピンク思いませんか。ちょっとなんか落ち込んでるのかなみたいな。ピンク200色あんのかな。こんばんは。続きましてレッド、オレンジ、バーガンディ、急におしゃれ、デイジー、イエロー、ライトイエロー。黄色も3個ある、デイジーとイエローとライトイエロー。トシさんバラありがとう。バラ続きましてグリーン、ロイヤルブルー、ミッドブルー、ターコイズ、パープル、カーキ、モスグリーン、グレー、チャコールグレー、スモーク、ネイビー、ブラック。以上です、皆さん以上になります。だから私が望んでいるちょっとこういうのがいいなと思ってる薄水色とかはなかったです。青もない、青はミッドブルーとロイヤルブルーとターコイズ。青とかじゃなくてもうちょっとなんかおしゃれぶりたいお年頃なんですよきっと。バーガンディーとか言ってるから、デイジーとか言ってるから。どうしよう。チャコールグレーはでも汗かいた時に汗染み気になる気がするなとか思っちゃって、カーキもどうかなって、生地の薄さ的にどうかなって感じ思ってます。どうかな。
スモークはなんかスモークはねグレーっぽいよ、この写真で見るとチャコールグレーよりももっと黒って感じです。ネイビー、パセリだからやっぱ緑と、私も何でもかんでも緑になっちゃうんですよね。もうパセリって名前でやっちゃってるもんだから。そしたらもうみんなさ緑の世界から帰ってこれなくなっちゃうじゃん。私物が緑化しちゃうじゃないですか。だから緑に合いそうな黄色とかでもいいかなとも思うし、ターコイズね、ターコイズいいよね。ターコイズはあのユミリンさんとかの生誕ティーの色が多分ターコイズですね。わかりやすくない？一番現場で絶対見たことあるもん、誰しも。 STU のライブ会場とかお話し会会場来たら見たことあるであろう色、ユミリンさんのエヘヘ T シャツね、あれターコイズだと思います。どうしよう、去年の、あ、今年か、今年のリコチの生誕ティーも多分ターコイズじゃないかな。あのチコがチコイって書いてあるやつ、あれもターコイズな気がします。どうするどうするどうする、目立つ色レッドで、ここは3巻出るか、イエローオリーブ、オリーブなーい、ない、ね、オリーブに近いのはどれだろう、カーキ、ブルーホワイトかな。ホワイトのみフルカラーで、ホワイト以外だと3色までしか色を使えないっていうのがあって、だからホワイトにしたらいけるけど、オフホワイトは3色までみたいな感じなんですよね。どうしよう。ということは去年のパセリの生誕ティーはホワイトですね、フルカラーだから。どうしたらいいんだ。でもターコイズあり、オフホワイトも私的にあり。モスグリーンとかスモークとかにすると生誕祭の時になんか明るい色の方がさ統一感ありそうな気もして、どう思う？みんな、なんかターコイズとかさそういう色がある方が、明るい色の方がハッピーな気持ちになれそうな気もする。むずい。デザイン的に色はそんないらないです。じゃあホワイトでもいいね。そうデザインも、そのデザインの方のさ色もどうしようと思って、一色でなんかモノクロっぽく一色のやつもあるじゃん、生誕ティーってか、2色とか3色で色を限られてるやつにするか、カラフルにするか、アンケート、ショールームの投票、あ、確かにそうだね、紛らわしいね、このショールームの投票機能は色ついてるからね。ほんとじゃん。リバティエージのロンティーの色も迷ってる。紹介しよう。それはちょっとさ、そうだわ、みんなにちゃんと紹介しなきゃ。なんかね、あの事務所を借りてやりたかったんですけどね、ちょっと難しかったんですよ、スケジュールがさ。昨日も急遽お仕事終わりに生配信入って、今日も本当はお仕事ある予定だったけどなくなってとかだったから、結局予約取れなくて、もうお家で紹介するしかないけど、ロンティーね、
でもパセこれチャコールグレー、チャコールグレーこっちで作ってるからさ、こっちのコラボティーにない服の色の方がいいですよね。じゃーん、カーキ。緑っぽいのもこっちで出してるから緑っぽくなくてもいいのかな、もしかして。早く着たいな。もうちょっと寒くなったらこれ着てレッスンとか行くの楽しみ。これ着て新幹線乗って遠征したらもう宣伝。ピンクもねこっちで作っちゃってるからね。どうしよう、そう汗が目立たない色。リコちゃんとさユミリンさんマイカーでターコイズ使ってるからさ、マイカー公演の時に客席紛らわしくなりそうな気もして。オフホワイト、ショッキングピンク急にパセリ推しのみんな明るくなったねってなりそう。服につられて表情まで明るいですねってなりそう。むずいね、難しいですね。家族がね欲しいって言ってて、このコラボティーをでね、 XXL とかあるから、 XXL は本当にでっかいんですよ。パセの手がこんぐらい余るぐらいねでかいの、だからさすがに着れないじゃないですか。やけん家族にねこれを差し上げようかなと思ってるんだけど、さあなんか XXL とかあげたらさ、なんかちょっと失礼かなとか思って、どうしようと思って。おばもね買うって言ってくれてて、でもなんか申し訳なくて何でもかんでもね買ってくれててね、 PR 舞台の本とかもさ。だからグッズとかはおばあちゃんとかあげるときは私が買って渡してるからさ、なんかおばあさん、自分のおばにも自分から渡した方がいいなと思うんだけど、サイズさ難しいじゃないですか。そうなるとなんかでかいの渡しすぎてもええみたいなのになったらちょっとね、私 M とかで入らなくてもなんかちょっとあみたいな気まずくなっちゃうね。そうオーバーサイズめっちゃ可愛いよ、ダボダボ着るの。でも M でダボダボになる、私ちょうどいいオーバーサイズ感出るから、 XXL は本当にちょっと皆さん大きいと思います。わかんない、みんなの体型によるけど。あと今洗濯中のやつが何個かあってね、全部は見せれなかった。こんばんは。去年の生誕って外に干すの恥ずかしいから乾燥機使ってしまう、うん、そうだよね、去年のはそうだよね。去年のパセの生誕って持ってくるね、みんなにこんなのだよって見せびらかそう。じゃーん、これです、ボン、これです、去年の生誕って。さすがに確かにこれは干せんわな、これは干せません。みんなこれがホワイトです。透け感はあのこれは生誕ティーの方ね、コラボ服じゃない。透け感結構あるなぐらいの感じですね。このちょっとほらハンガー透けるなぐらいの生地が生誕ティーです。もうちゃんとしたしっかりした生地がいいよって方は明日まで受注受付中のこのリバティエイジさん、こっちはあのブランドさんコラボなので生地しっかりしてます。でもやっぱ白はどのメーカーで買ってもやっぱ透けやすいと思うので色がついてる方がいいと思います。こんばんは。裏返してほしい、確かに裏返したらいいよ、ほんとじゃん。長崎駅で着てる人見た、これ
この服もしかして PR 舞台の時勇者やな。確かに裏返したらほら分かんない、サーモグラフィーみたいなパセリしかいないもん。裏返したら干せることが判明しました。ちなみにこれはズボンにインして着れます。ど根性ガエルみたいな、ここからズボンからこんにちはってなるよ。ここがちょうどウエストになるのでパセがこうやって出てる、みんなのお腹から出てくるスタイルで、この前メールにも書いたんですけど、あのチャック、社会の窓が開いとってもきっとバレないと思います。これ着てたらおすすめです。もう買えないけど、去年の生誕デーだから買えないけど、社会の窓オープンスタイルでも目線はこっちに行くから大丈夫だよっていう。残念ながら喋らない、喋らないんだ。どうしよう、今年の生誕。そう、お見送りの時ね、分かりやすいのがいいんですよ。これは本当に、あ、引っかかった。これ本当に分かりやすい。みんなね、上着着ててもいるの、パセリがちゃんと。みんななんかジャケットとかこうやって開けて見せてくれる。なんかちょっと今の見せ方変質者みたいだけど、ちゃんとみんなこうやってお見送りの時パセリって言って、こうやって冬とかでもこうやって出してくれます。夏とかはちゃんとこうやって来てくれるし、うん、こっそりみんな忍ばせてきてくれてて、でもさ、着てると思って着てなかったらほんと大変。ガチの変質者だから気をつけて。今日着てきてるわとか思ってジャケットこうやってやったら、あらまあってなったら大変だから、ちゃんと着といてください。見せるときは出禁になっちゃう。生誕ティーネットで買えます。でもね、あのね、あるあるなのかもしれないけど、他のグループさんでも生誕ティーが生誕祭に間に合わないことはあります。パセも2年前間に合いませんでした。生誕祭の翌日に届いたので、去年はそれを反省して、あのスタッフさんから提出してくださいって言われる前に提出して早くしてもらったんですけど声がガサガサ。そう、この前のソロハさんの生誕も間に合わなかったんですね、生誕祭に。でも会場で売ってたんですよ。だからそうなると、予約してる方からしたら送料を払ってるわけだから、みんなからしたらちょっとモヤモヤしちゃうかも。だからね、なるべく早めに出してもらえるようにちょっと聞いてみます。みんなもせっかくだったら生誕祭に来たいと思うしね。生誕祭以外でいつ着るんだって感じだと思うし、なかなか現場に来れない方とかね、バイクに乗る時にも着たいから今年もドーンでお願いします。ねえねえねえ、文章のさ、文章の前と後が全然繋がってなかった。バイク乗る時にも着たいからって書いてたから、あ、じゃあシンプルがいいかな、ワンポイントで胸元ちょこっとかがいいかなとか思って読んだら全然違ったドーンだった。ドーン希望でした。関東の握手会撮ったからよろしい、よろしくよろしくお願いします。楽しみにしときます。関東の握手会の時にはさ、最後の時はいけるか、最後の幕張の時だったら生誕ティーとかもう来年だから届いてるよね。福岡の時も届いてるじゃん。福岡のお話し会みんな生誕ティーで来れるってこと、もしかして。大丈夫、安心してください。生誕ティー他のメンバーのファンだから買わないけど、福岡行きたかったって方も全然もう裸じゃなければ何でも大丈夫です。違法ではない格好であれば大丈夫です。何でもドレスコードは特に。メンバー側はサンタの服着てます。明太子と白米色のサンタだと思います。だから大丈夫です。
そう、服を着ていれば大丈夫。寒いしね、12月寒いからさ、ちゃんと着とこう、みんな普段着てなくても。何かしら着てもらえたらいいかなって感じです。あ、もう10時なんですか。10時過ぎてた。あと10分ぐらい、切りよく犯人追われたら、追われない気もするけど、犯人追われたらと思います。え、私さ、ゴールデンベッドタイム逃してるよね今日。私的に今9時半ぐらいかなって、残り30分質並べとかした方がいいなと思って見たら今10時20分だった。わお、クロさんありがとう。え、そう、お話し会の服装決めようよって言ってたのに、そうだった。皆さん、お話し会の服装決め、明日パセは着たいやつがあって、初日がいい推しの日なんですよ。だからそこをどうしようかなって。みんながパセのグッズとか見せてくれるから、パセも自分のグッズいっぱい装備しようかなって思ったりもするけど、他のやつがいいのかなとも思ったりもするし、うん。でその次のオンラインが誕生日の後だから、なんか誕生日お祝いしてほしいなみたいな、ちょっとそういう気持ちもあるので、綺麗めワンピースみたいな、パーティードレスみたいなやつ持ってないから買ってみようかなって思ったりもしてて。そうなんだよ、オンラインだとさ上半身までなんですよね。そう、でも日常で私服を人に撮ってもらうことないから、お話し会の時って全身とか撮ったりしてさ SNS 上げれるから、そういうの結構なんか露出すればするほど増えるの悲しいけど、なんかそういうのあるじゃん、コスプレしたらみんなね。でも私服を大事にしたいよ。どうしよう、一個やりたいのがあってね、1月にやりたいのがあって、1月のさ15ぐらいにあるよね、2日連続ぐらいのやつ、14、15回、13、14回にありますよね。その時にいちごコーデしたくて、頭から帽子、服とか全部いちごの服を着たい。今日ね、その朝配信前までいろいろ調べてたら、めっちゃ可愛いいちごのベレー帽見つけたんですよ。でも日常生活で被れないじゃん、いちごとか。ちょっと恥ずかしいなって、私の性格上はと思ってね。そう、だからそれをゲットしようかなと思って、野菜じゃない、フルーツ。そう、でもいちご来たらなんかいちごちゃんのキャラ撮ってるみたいになってるなとか思ったけど、まあ研究生はコスプレできないけんな。うん、よし、そうだね、いちごちゃんと写真撮れたらいいよね、その時に。うん、あとは可愛い服をね、今買うか迷ってカートに入れてる服があって、それをね着ようかなって思ってて、どういうのがいいか教えてください。それで今日みんな配信終わったらさ、こんな服装だといいなみたいな、こういうコスプレみたいなみたいなのがあれば教えてもらえたら、明日までに私も考えて、明日の配信でこれしますこれしますって決めようかなと思います。だってさ、コスプレを見て
このコスプレだから行きたいと思うことあんまりないと思うんですよ、正直。メンバーの結構自己満みたいなとこあったりすると思うんですね。これを言ったらおしまいなんですけど、そういうとこあるじゃん。メンバーが着たいやつ着ちゃってるなみたいな時あるじゃん。ハロウィンとかも自由じゃないですか、バレンタインコーデとか。だから多分パセと話したいと思う方は今日申し込んでくださると思うんですね。今日とかも考えて期間中に、その後に悩んでるけどどうしよう、どの日がいいかなって方に向けてコスプレとかでね来てもらえたらいいなと思うし、私もいろいろ変化つけて楽しんでいきたいと思っているので、また明日とかぼちぼち決めていけたらいいかなって。そう、多分現地から申し込んだ方がいい気もするよね。そうなんだよね。でやっぱ初日から申し込んだ方がいい気がしますね。初日と最終日どっち取ろうか迷ってる方はもう初日に取った方がさ、きっといい気がする。一番近くで会える時に会うのと、あと再販があんまりないじゃん初日って。もうすぐ再販終わっちゃったりするから、なんかもしどこにしようって悩んでる人がいたら早い日付の方から。直接会えるにパシオシはこれ着て、でもパセで緑の服着てる人多いです。だからあえて違う色で着てみるとかあえてなんか全然関係ない色で全身コーディネートしてみるとか。悩む、まだ考えてる。どういうのがみんな、前回のシングルは結構いろんなコスプレしたんですよね。ポリスとかミコさんとか、あ、そうミコさんしたいんですよ。また猫耳ミコさん、猫耳ミコさんをねしようかな。キツネじゃなくて猫、キツネ耳あんまないからさ、猫耳の方が可愛いのありそうかな。あ、メイドもした。結構いろいろした。くじ引きやりたい。ミコ、去年やったやつ。そうだね、ユミリンさんは12月まで ?11 月までのお話し会しかいないの。へえ。そう、ピース号客で猫耳。ポリス、そうポリスね。うん。なんか私が DD の人自首してくださいって書いたから、すいません DD ですみたいな人がいっぱい来ました、ポリスの日。しようかな。絶対3期に釣られてる人いるし、ポリス取り締まっとかなきゃ、定期的に定期的にやってかなきゃ。ジェータンバラありがとう。タムキチがやってた、見たい。 TikTok、 タムラの TikTok のアカウント誰か教えてください。なんて検索して出てくる、タム、タム吉、新一さんお断りです。タムタム、見よう。猫耳でも押しかぶりなんだ。ひき肉ひき肉のコスプレしますか。ひき肉です。あ、そうなの。ポリスの時に楽屋にさ手錠を忘れちゃって、
逮捕してくださいと言った人を逮捕できなかった。そうなのよ。あと手錠壊れちゃったの。だから手錠買い直さんといけんわ。28分、早い。このコメントがなかったらパセリはもう45分とかになってたわ絶対。ちょっと考えるね。セタンティーの色も考える。もう出さんといけんから明日までに。セタンティーの色とあとお話し会の服と、みんなもしなんかこれ前回これまでにパセリが着たやつでこれめっちゃ良かったみたいなやつとか、他のメンバー着てるやつでこのメンバーのこれがもうドタイプすぎましたみたいなちょっと片言になっちゃった。ドタイプすぎてもうつられてしまいそうだから、パセリ同じ服着てつられるの止めてくださいみたいなのがあったら送っといてください。ハッシュタグパセリあのねでお願いします。よろしくお願いします。よろしくね。わー楽しんでいこう。もう私はすごく不安に押しつぶされそうだけど、楽しみって気持ちで今乗り越えてるから、楽しみなことは嘘じゃないから、楽しみが不安にこう押しつぶされてってやられてるから、どうにかこうってできるように服装とか決めるの楽しもう。そっから楽しもう。ワクワクした気持ち大事。じゃあそろそろ終わりましょうか。ヒリアスミさん、パラありがとう。1001回目訪問ありがとうね。これからも時間が合うときに見てください。ありがとうございます。お仕事とかもう私生活大変なときはパセリのことを一旦放置してまた帰ってきてね、しれーっとこそこそってパセリのこと放置しても大丈夫だから。タムの出てくる。分かった、検索してみる。フィジー、分かった、検索します。あーこんばんは。見たことあるかな、パセもしかして。タムコちゃんのやつ前に送ってもらった時とかにさ、ファンの方に多分見たことあるのかもしれない。最近ねTikTok 自分がフォローしてるアカウント全然見ないんですよ。おすすめ欄のやつを全部見ててね。最近のパセのハマりの TikTok はなんかバイトの失敗談みたいな、 YouTube のコメント欄のスクショ集みたいなやつでね、バイトの失敗談みたいなのいっぱい載ってるアカウントがあるんですけど、それ見たらもう本当に声出して笑うくらいに面白くて、みんなにも見てほしいな。本当におもろいの。なんか本当におもろいけど、なんか思いつかない、なんだったっけな。めっちゃね、もう最近毎晩それ見て笑って寝るのがルーティンなんです。なんだなんだ。明日始発の入り遅れたら終わり、結婚したら終わりの移動なのでファイトください。ファイト待って、それは気合と根性でどうにかなる問題ではないよね。結婚したら終わりはもう自分の問題じゃないもん。ファイト、結婚しないでファイト。ジロ君ろうそくありがとう。ファイトだよ、みんなもファイトだよ。ありがとう、今日も付き合ってくれてありがとうございます。扇風機全力でつけてる。うん、全力でつけてる。中くらいモードかも。あ、今中でした。いつもよりちょっと強めでお送りしてた、すいません。
今日なんか風強いなと思ったの。だから私ずっとこう髪の毛さ、まとまらないなと思ったんですよ。強めでお送りしてました。ありがとうございました。今日はこんな、どう？これ全力今日ジャック。今日涼しいの？窓開けたいけどな。配信中はね、窓開けちゃった。近所の人に全部バレちゃう。ありがとう。終わるね。あ、終わる終わる、詐欺してる今。終わる、ちゃんと。アシーさん、紫キノコありがとう。あ、消しカス掃除、そうだった、忘れてた。頑張ります。はあ、では13位からいきます。13位陣内さん、12位あっちゃさん、11位亀さん、10位ゆさなこさん、9位くわどりさん、8位ジノラゴさん、7位カズノシンさん、6位ゆうたくん、5位クロさん、4位ひりやすみさん、3位マチャルさん、2位プーさん、1位。明日の夜配信で決めましょう。今日決めようと思ったのに気づいたらこんな時間になってました。ありがとう。また明日。バイバーイ。